導く。変化して仕掛ける。女神に託されし力を。弔いの祈りを受けてやる。行くぞ。邪魔だ。かかってこい。はっ。邪魔だ。よし。振り返る暇はない。終焉を思い切れ。私を討ち取ってみせろ。散り果てろ。ぶっ潰す。
け、散り果てろ。血の気が多いな。堂々と戦おう。私にふさわしい相手か。そう焦るな、巻き返さない。あまり退屈させないでくれ。狂いだ。
ち下がるものか。多くの人が神を信じている。人間は特別な存在で神に愛されていると。けれども神の思惑は違う。こんな場を設けて人間にとって変わる生命を、新しい道具を作ろうとしていた。でも人間は神の獣に勝ったじゃないですか。これで神は人間の力を認めるはずです。ライトさん、あなたは人間の可能性を証明して未来を勝ち取ったんです。確かに私は力を示した。けれど私が振るった力は人間の力と言えるだろうか。神が作った獣さえも葬った私は、もはや人のことは呼べないのではないか。